みなさんこんにちは、渡辺です。今日はですね、40代の方向けのシースルーバングの作り方についてご紹介します。このね、シースルーバング試されたりとかされた方も結構多いかと思います。でもね、なんかちょっと違うなとかね、もうちょっとベタベタになりすぎてバランスがおかしくなったりとかする方も結構多いかと思います。今回はそれをきれいに簡単に誰でもできるような方法をご紹介します。ポイントとしてはね、大きく3つあって、まず1つ目はね、ツヤ感を出して少しね、アイロンで丸みをつける。2つ目がオイルではなくてヘアバームを使う。3つ目は前髪だけじゃなくて、この際の部分もしっかりとツヤを出す。これをやることによってね、綺麗なシースルーバングになります。それでは早速動画で解説していきます。まず前髪のね、部分を分け取って、横の部分は止めておくとスタイリングやりやすいと思います。最初にしっかりと溶かして、なんとなくですけど、こう少し前髪を薄くしてバランスを見ていきます。ご自分がどのぐらいのバランス、隙間感があればいいか、似合うかっていうのを確認しておきます。その次にストレートアイロンを使っていきます。前髪の部分をだいたい真ん中とサイドの3等分ぐらいで、この部分を少しカールをつけていきます。でこの時にもう本当に少し丸みがつくぐらいで大丈夫ですよね。あんまりグリンとしすぎるとちょっとね、バランスがおかしくなったりもするので、少しね、こう熱を通してツヤを出して気持ち丸めるぐらいの感じでアイロンを入れてあげるとベストかなと思います。ツヤが出て少しね、丸みが出た状態です。その次にバームをつけていきます。バームは本当にちょこっとで大丈夫ですので、若干本当に指の先端につくぐらいの感じで、指先だけでなじませます。前髪も全体につけるっていうよりも、少しね、つまむようなイメージで、毛束感を出すようにつけていきます。ちょっとずつで大丈夫ですので、あんまりね、一番最初にこうベタっとつけてしまうともうね、取れなくなっちゃうので、少しずつ少しずつバランスを見ながら束感を出してください。結構ね、皆さんこの部分をあんまりねつけてなくて乾燥されてる方が結構多いです。この部分と特に顔周りの部分、ここが少しパサついてたりとか乾燥してると結構ね、こう老けて見えたりもしやすいので、まずはね、真ん中の部分をつけてから残ったもので横だったりとか、その際の部分をつけてあげる。そうすることによってね、若々しい印象になってくれます。で、こんな感じで程よい束感とまとまり感が出たら完成です。はい、ということでこんな感じでやってみました。オイルで試されたりとかする方も多いと思うんですけど、ちょっとね、バームでやってあげるとつけやすかったりとかね、バランスが綺麗になりますので、ぜひ皆さんやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。